生田ただ夫妻の墓、生田ただ関き四4年11月23日は、岡山藩筆頭画廊。生家六代当主。通称は文語。主君は、池田嗣政。まさ。は五代、生田た義と、即室吉岡氏との間に長男として、岡山城下で生まれた。幼名は長郎。享保五年、父。 中義の死により、家督を相続する。本大絵茂信中根中豪の娘と古人、一男二女を設ける。しかし、長男の忠義は、幼少より病弱であったため廃着し、長女、ことの婿養子として、岡山藩家老、池田町、京の三男を迎え着手に据えた。なお、 廃着となった忠義は啓発していう沖縄と名乗り、天命5年まで存命して59歳で没した。原文3年、藩主、次世より、岡山城下に荒れて屋敷を貸しされる。原文5年、地療地の虫明けに、瀬戸洋を開き茶器を焼かせたという記録もあるが、確証はない。延長4年、隠居して、有信祭部と名乗り、過労職を、無雇用紙の忠友ともに譲る。 歓迎4年11月23日、58歳で、没する。法名は、新大院殿前、豊州光誉れ縁徳理学大古寺。墓所は、池谷長島墓所。ありがとうございます。